ダッシュでいくぞ、武田でございます。本日の動画なんですけれども、千葉県選手権1週間前ということで僕は撮らせていただいております。ありがとうございます。約1週間前に会ってしまったんですけれども、朝の8時、9月18日ということで、本番が6月24なので約1週間前ですね。千葉県選手権で出場する種目が100m、100m と 4K の3種目になってきます。今シーズンですね、東日本実業団の動画を見ていただいた方、本当にたくさんの方に見ていただいてめちゃくちゃ嬉しかったんですけれども、結果としてはあまり良くなかったんですが、怪我してね、今シーズン前半丸々潰れてもおかしくないような状態だったので、よくはないけどスピードを出して練習できるような体までには戻すことができたというところが東日本実業団までになってるんですが、そこから約1ヶ月11秒6から始まった僕の初戦だったんですけれども、どこまで武田が成長しているのかというのを、まあ今回皆さんに見ていただきたいなと思います。今回もしっかり目標を掲げて頑張っていきたいんですけれども、100メートルは無風で10秒9ぐらいの走りをしたいなと思ってます。そのぐらいの完成度は今ありますね。ぶっちゃけ条件次第で10秒8は欲しいなと思ってます。千葉県選手権のレベル的に言うと、無風で10秒9ぐらい走れれば準決勝ぐらいまでいけるので、準決勝は進めたいなという思いが一つ。リレーですね、去年のレベルで言うと40秒7とか6ぐらいが優勝タイムだったので、同じようなレベルであればもちろん優勝目指して頑張りたいんですけれども、しっかりまず関東につなげるっていうこととプラス一走の予定になってます。しっかりバトンをつないで上位入賞して関東にしっかり駒を進める。もちろん優勝目指してますけど、200ですね。多分ね、1日目が100と 4K あるんですけど、僕の目標通りに行けば1日4本走ることになるんですよ。100、100、4K、4K なので、多分200はね、かなり疲労溜まってる状態になるんじゃないかな予想されます。4本走れれば2日目の200どうなるかっていうのはあるんですけれども、怪我のような痛みがなければまず絶対走ります。タイムがどれだけかかったら別にいいので、まあ、200は走れたら走るぐらいの感じでいきたいなと思います。これからもですね、等々力競技場でチームの練習があるので行っていきたいと思います。だいぶ戻ってきたから、いろいろ腸炎もねえし、肉離れもねえし、失恋から1ヶ月だし、強えから今俺立ち直ったから、見ててよこっからどうなるか、この1週間俺も楽しみだわ。行きましょう、参りましょう。ダッシュで行こうぜ。バランスになる危険性は少し高めだけど、ゆる、はい、ちょっと今花束を聞いてたんですけど、どうでもよくて、6月19日ということで、月曜日になってます。昨日の練習がね、等々力でありましたよって話もあったと思うんですけれども、思ったより動けなくてちょっとテンション下がったんですが、そこまで足の異常とかもないし、動きにめっちゃエラーがあるとかもないので、そんな落ち込むことでもないかなという心情でございます。これが2日目の心情。5月下旬からまあまあいい練習はできてたので、あとはしっかり体ほぐしながら調整していけば、まあそこまで問題ないから、ちょっとここからやりすぎ注意なところはあるかなと思います。調子悪い時動きたくなる気持ち、多分皆さんわかると思うんですけど、まあそこちょっとグッと抑えて、この1週間でね、一番危険なのはやりすぎて疲労を残して本番当日試合に向かうっていうところが一番危ないところだと思うので、これからの1週間本当にしっかり調整しながら、ゆっくり体も休めていきながらっていう感じにしていきたいと思います。とは言いつつも、今日はウエイトをしっかりやっていこうかなと思ってます。これから作業して、でその後ウエイトしてっていう一日になるかなと思います。まああとは言うことないです。今日も一日お疲れ。君に夢中、君に夢中、一日最高、ご褒美だ。いちごスムージー飲んでる気分。プロテイン頑張って飲んでるあなた、もう時代遅れです。プロテインは今時ご褒美なんです。美味しく飲むものなんです。美味しく飲みたきゃマイプロテイン。
ました。はい、ということで今日1日終わりました。朝10時ぐらいから作業して、今12時半です。お疲れ様。働いて、汗かいて、プロテイン飲んで、気持ちよく出る。これが生きてるってことなんじゃねえのかな。ダッシュで行こうぜ。おはー。本日が20日っすね。20日。残り、水、木、金。土日が本番です。3日前まで迫ってきました。で、今日は、いろいろやるために、一瞬外で出てきたんですけど、体が結構疲れてるので、昨日しっかりトレーニングできたので、今日は編集作業、等々をしていきたいと思います。丸1日、そういう日にしたいと思います。しっかり皆さんに、YouTube 動画見せれるように頑張るぜ。6月20日、ちゃんと動画上がってるかチェックしといてくれよ。過去のみんな、作業しながらも休みつつ、休みながら作業しつつ、仕事しつつ、はい、レスト&作業していきます。それでは本日も一日頑張っていきましょう。おっす。シャルボン。はい、ということで、今日はですね6月21日水曜日です。今日もレストです。ちょっとまだ疲労が残ってるので、なので明日木曜日に最終刺激入れて終わりっていう流れになります。今日ちょっとリフレッシュして、で明日しっかり刺激入れて、で前日休んで試合っていう流れになります。それでは行ってきます。うん、これじゃタム状。ワックスはウェブを使ってます。多分安くていいよね、これ。みんなね、高校生からずっと使ってる。クシャッとして、もう変わりないけどね、こんな感じ。もう本当にええわ。ダッシュで行こうぜ。はい、どうも武田でございます。今日6月22日も1時1時になっておりますということでね、今日もいっぱい話していきたいと思うんですけれども、なぜリーチアウトがダメだって話を今日はしていきたいかなと思うんですけど、やっぱリーチアウトっていうのはかなり怪我のリスクも高いですし、引っ掻くような動作がめちゃくちゃ出てしまうので、あれをやってしまうってことはかなりロスになる可能性があるんだけれども、あの画像を切り取って、よくみんながこれ早い人もリーチアウトしますよねってよく言うんですけれども、そのリーチアウトがしてるからこそ、その人ができるからこそ、じゃああなたが全部できますかっていうことは、試合2日前ですね。2日前になりました。今日は、これからちょっと外出て、作業して、最後に、軽いウェイトと、軽いショートダッシュして、僕の最終調整が終了します。それでは行ってきます。練習終わりました。ちょっと、左ハムが気になりますけれども、まあ、試合前なんて大体足痛いんで、気にしないでいきたいと思います。最低予選は1本、絶対リレー走れそうなので、しっかり繋いでいきたいと思います。いよいよ後半になってきました。頑張りましょう。もう23日金曜日になっちゃった。1時前です。朝から作業を頑張りたいと思います。Good night.おはー。はい、ということでですね、本当は昨日もちゃんと動画撮りたかったんですけど、マジでなんもない一日だったんで、一日休ませていただきました、しっかり。で、今の時間が6月24日の朝5時ですね。お家で5分前です、今。まあ、状態は、まあ普通って感じですね。まあ調子いいって感じる時より、本当調子いいからな。調子良くてタイム出なかった時がないんで、今回も普通だと思います。5月下旬から自分のシーズンが始まったと思って、今日はしっかりタイムと向き合っていきたいなと思うんですけど、戦うべき大事なポイントなので、しっかり貪欲にリラックスして頑張りたいと思います。よし。じゃあいざ決戦。今から2時間かけて競技場に向かいます。遠すぎやろ。遠すぎや。インフィニットパワー。結果発表します。 100m が11秒11プラス 0.5 で予選落ち。 4K が41秒22。バトンミスしちゃって朝一なので、まあめっちゃいいかなと思ったんですけど、完全に僕がチームの足引っ張ってたんで、決勝は僕より速いメンバー入れて、アクセルは3位で無事完走
選手権の切符を手にしました。タイムもね、40秒88ということで、なかなかいいタイムでメンバーたちが知ってくれてよかったかなと思います。という結果になって、まあ、僕の感想はですね、はい、ということで千葉県選手権すべて終了しました。試合当日の夜はあまり話がまとまらなかったので改めて撮影させていただいてます。 100m の次の日 200m 走るかどうかみたいな問題もあったんですけども、結局走りませんでした。足痛かったのでね、まあしゃあないですね。千葉県選総括というか、まあ、今回僕がどう思ったかっていうところは、学生のみんなもこういうメンタル多いかなと思うんだけど、だから技術のズレとかスキルのズレとかでこう自分の思うような結果が出ない時ももちろんもどかしくて辛いんだけど、言い訳とかじゃなくて本当に痛い時、自分がやりたいパフォーマンスができない時、試合までにそう持ってってしまった自分の力っていうのはもう一番最初に来ることなんですけども、とはいえね、どこにもぶつけられないもどかしさというか、くっそみたいな、切なくなりました今回の試合。ぶっちゃけ言うと、まあでも、まあ、それも含めてやっぱり陸上競技なのでリアルを、まあ、僕自身で、まあ、こうやってみんなに届けられるっていうありがたい仕事させてもらってるんで、どっちに転んでもいいわけですよ。正直成功した方がまあみんなも嬉しいだろうし、まあ、みんなの評価も上がるんだけど、失敗してもやっぱりみんなの心に寄り添えるところもあるだろうし、反面教師にできるところもあるし、僕が失敗することも悪いことじゃないですよね。こうしてなんか僕が今から全てやってることが全部正解とかじゃなくて、これを見てね、あ、じゃあ自分がどうすれば一番納得する形になるんだろうみたいないうのを、みんなはこれから僕のこの活動を見て陸上競技に生かしてほしいというか、まあ、生かせなくていいんだけど、まあせっかくねこうやって失敗してる人がいるから、まあもちろん成功体験ももちろんあるんだけど、まあちょっと僕も今回切ない気持ちで終わったというところなんですけれども、まあね、去年もこんな感じで、でこのまま山形県差までズルズル行って、結局前半シーズンで11秒0とか1とかで終わったんですよ。全く同じ入りになってます。山形県差も一応エントリーはしたんですけど、現状ね正直走る気はありません。だから条件に恵まれて10秒9みたいな走りをして、なんかまたうまく B 決勝残ったみたいな戦いもいいんですけど、それじゃ去年と一緒だし、去年と同じことしても面白くないなって僕思ってて、だからその時はまあスルーしようかなと正直考えてます。山形県戦出てくださいみたいな、出た方おもろいわみたいないう感じになるんだったら、まあ、ちょっと考えます。視聴者様が楽しみにしてくれてる、見てくれてるから僕は走れるので、好きに言ってください。コメント欄でいろいろ言っていろいろ発散してください。まあ、最後にね、すいません、ちょっと今回も日産のウェア提供してもらって試合でも着させてもらってました。ずっと着させてもらってたんですけどね、バタバタしてまして、ウェアを着てる練習をしてる映像っていうのは撮影することができなかったので、最後本当こういう形で載せてしまうのは申し訳ないんですけれども、いろんな西のウェア着させてもらってますけども、すごい上から目線で申し訳ないんですけど、最近すごく良くなってきた気がする。本当に自然と着る機会が増えてます、僕も日産のウェアという感じで、めちゃくちゃクリエイティブになってきてる日産、これからも皆さんぜひ一緒にチェックしていきましょう。僕もしっかりチェックしていきます。はい、ということで千葉県選手権1週間前から千葉県選当日までの流れでございました。東日本実業団ほどなんかこう大きい上がり下がりはなかったですけども、総じて良くはなってるので、そこまで落ち込まずにこれからも頑張っていきたいなと思います。ということで次回 TKD プロジェクト武田、短距離選手を辞めてやり投げ選手になる、またな。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。